韓国空軍の F-35A ステルス戦闘機事故の原因が判明したけど、どうも意味不明な部分が散見され、またやらかしたのかと感じているよ。F-35A 戦闘機機体の修理も日本ではなくオーストラリアに決定しているようだが、そこまで運搬量を重ねなくてもいいのにな。うんうん。今回は過去の韓国空軍の F-35A 戦闘機胴体着陸を振り返って、その原因を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年1月4日、訓練中に日本統治時代の朝鮮の行政区画の一つだったチュンチョンナムドの、ソサン基地に胴体着陸した F-35A ライトニング2の事故原因がバードストライクであったとして韓国空軍が2ヶ月後の3月3日に公表したよ。韓国日刊新聞にあたる中央日報の記事によると事故を起こした F-35A は空対地ミサイルの射撃訓練のため、チョンジュ基地を離陸し、射撃場手前侵入直前の高度330メートル付近において、機体左側のエアインテークに体重 10kg 程度のハゲワシが飛び込んできた。そのハゲワシは機内に空気を入れ込むエアインテークから吸い込まれウェポンベイとの間の遮断壁を抜き破って機体内部に入り込み、ウェポンベイ内部にある着陸装置を作動させるための油圧系のパイプと電源ケーブルなどが多数破損したため、操縦後方システムの性能低下やランディングギアの作動不良を引き起こしたと記されているんだ。韓国空軍では調査結果からバードストライクの他に機体の欠陥やパイロットの操縦ミスなどはなかったと判断し、パイロットや整備士に対しては注意喚起と教育に努めて F-35 の飛行を再開したほか、F-35 の開発元のロッキードマーティン社とウェポンベイに異物が飛び込んで損傷した場合でも、ランディングギアが正常作動する対策と、独立して補助的に作動するシステムの構築案を協議する予定であると報じたね。しかし、この中央日報の他にも同じ内容を報じた朝鮮日報やハンヨレ新聞の記事には、おかしな点が多く散見され、その信憑性に疑問があるという意見が日本のインターネット上で挙げられていたな。まず、中でも指摘が多かったのは、記事中のバードストライクが起きた際の衝撃の強さに関する記載で、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると約30トンだった、と空軍関係者が説明したと紹介している点だぜ。このことに対して F-35 戦闘機そのものが何かに衝突したら搭載燃料などの質量が衝撃に関係するが、この場合は 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突したと紹介すべきであるため意味不明だと指摘する声が最も多かったらしい。もしも 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突すればかなりの衝撃を受けることになり、機体を損傷することは十分に考えられるが、エアインテークの直後にはウェポンベイがあり、ランディングギアはさらに後方の外側にあるため直接衝撃を受けることは考えづらいからな。事故機の着陸直後の写真がネット上で公開されていたが、主翼下のランディングギアは左右とも通常通り出ており、機首のギアのみが出ていない状況であったことから、バードストライクによる影響で、ランディングギアの作動不良を引き起こしたとの説明は非常に無理があり、単なる整備不良によって機首のランディングギアが故障したと考えるのが自然だと思うぜ。また、朝鮮日報の記事では空軍への聞き取りから、事故当日に F-35A は空対地射撃任務を遂行するためにチョンジュ基地を離陸し、射撃場へ侵入するために高度330メートル付近を飛行していたところ、左側の空気吸入口にハゲワシが衝突したと記されていたね。これが真実であれば、バードストライク発生時のウェポンベイには射撃用のミサイルが搭載されていたはずであり、そもそも飛び込んだハゲワシの死体がさらに後方のランディングギアに影響するとは考えにくく、ウェポンベイ内部のランディングギア作動油圧導管と電源供給部に配線されていたら、主翼下のランディングギア格納扉も開かないはずであると見られているよ。さらに、ウェポンベイの内部が飛び込んだハゲワシの死体によって壊滅的に破壊されたのであれば、ウェポンベイの開閉もできなくなるため、緊急着陸の際にミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるのだが、それもまたありえない話なんだよな。少
少なくともパイロットの命を尊重する軍隊においては、ウェポンベイのミサイルを廃棄できない状況であれば、危険回避のために機体を海中に落として、パイロット自身は緊急脱出をするはずとの指摘もインターネット上で散見されたぜ。また、仮にバードストライクによってランディングギア作動油圧導管と電源供給配線が損傷して、作動不良を起こしたことが事実であったとして、それほどの衝撃を実際に操縦しているパイロットが感じないわけがなく、まずはそのことを報告するのが普通だよね。しかし、事故直後に韓国メディア各社が報じた韓国空軍の発表によると4日の午後12時51分頃、訓練飛行中の F-35A 戦闘機が航空電子系の異常により降着装置が作動しなくなり、チュンチョンソサン市の第20戦闘飛行団の滑走路に胴体着陸したとされているのみで、この時にはバードストライクが発生したとは一言も触れられていなかったんだ。おそらく韓国空軍からすると、整備不良やパイロットの操縦ミスでなければ自分の責任にせず F-35 の欠陥であると主張したいだろうから、仮にバードストライクがあったとするなら当然すぐに公表しているはずで、事故発生から2ヶ月も経ってから発表するのは非常に不自然であるとしか言いようがないわけだ。しかも時速 900km の衝突でおそらく原型をとどめないほどの肉片になっていたと思われるハゲワシの体重を、どうやって推定できたのかといった疑問符がつくようなことも指摘されているな。韓国軍から発表された事故原因の摩訶不思議な点についてはともかくとして、事故機の修理に関してどの韓国メディアも触れていないことを指摘する書き込みも散見されたね。F-35 においては世界各国での導入が進んでおり多数の製造拠点が必要とされるため、本拠地のアメリカはテキサス州にあるロッキード・マーティン社のフォートワース工場の他に、イタリアのカーメリと日本の名古屋近郊に最終組み立て検査施設、FACO ファイナルアセンブリーチェックアウトが設置されているのはみんなも知っているよね。そして、最も機密性の高いステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなどの、ロッキード・マーティン社のみ触れることが許されている部分のメンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を、実行できる国際整備拠点 MRO メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードが、アメリカ本国の他にイタリア、日本、オーストラリアに設置されているんだ。言うまでもなくアジアで運用される F-35 の整備拠点は、唯一日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場であるが、韓国は日本を適正国家とでも見ているのか、自国の F-35 のメンテナンスなどを日本で整備することを拒否しているんだよな。そのため、韓国空軍が運用する F-35 の整備は、わざわざ距離の遠いオーストラリアで行うことになったそうだが、果たしてどれくらいの頻度で整備点検を実施しているのかは明らかにされているわけではないぜ。当時の事故機の修理を韓国空軍が行うのであればオーストラリアに依頼したんだろうけど、修理費用が1100億ウォン約116億円とロッキード・マーティン社から提示されて新規調達とほぼ変わらないため、現実的ではなく退役させることを2023年末に決定し、韓国お得意の共食い整備用として部品取り専用機となってしまったんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在、韓国に導入されている F-35A ステルス戦闘機の気になるところといえば、やはり機密情報だろうね。一応米兵が24時間張り付いて監視している状況というのと、韓国仕様は外側だけが F-35A 戦闘機であることを視聴者の皆さんは知っているだろうか。日米ともに韓国を信用していないのが現実で、単に米国が売り込んだだけかもしれないという話もあるな。今回はそんな韓国仕様の F-35A 戦闘機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の航空自衛隊も調達を進めている米国ロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を、いまいち新日なのか反日なのか掴みづらいお隣の韓国でも40機を目標に調達中だね。韓国では当初総数60機の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達を検討していたこともあったようだけど、
金銭的に無理が出て現在は40機に下方修正しており、2019年から2022年にかけて40機調達していたよ。そのうち1機は2022年1月、飛行中に鷲と衝突してしまい、修理費が新規購入費を上回ることから廃棄処分が決まり、現在は39機を運用しているところだね。すると、前言を撤回するかのごとく、韓国防衛事業庁は2023年12月27日、軍の次期戦闘機導入二次事業として米政府と最新鋭ステルス戦闘機 F-35A の追加購入契約を同月8日に締結したと発表し、2027年から新たに20機の F-35A が配備される運びとなっているわけだ。この二次事業で追加の20機が配備されれば、空軍が保有する F-35A は59機に増えるということだな。韓国防衛事業庁は追加導入する20機について現在運用中の F-35A に比べ、脅威への対応、暗号保安、武装などの性能が大きく向上すると説明していたぜ。いわゆる兵装の搭載量が既存の 1.5 倍に増え、レーザー誘導式の精密誘導爆弾 JDAM など新たな武装も可能なんだって。また同庁の韓巡飛航空機事業部長は次期戦闘機二次事業により韓国型三軸体系の完成度を高められると期待すると述べていたよ。北朝鮮が保有する核ミサイルへの対応体制である韓国型三軸体系は、ミサイル発射の兆候を探知して先制攻撃するキルチェーン、発射されたミサイルを迎撃する韓国型ミサイル防衛体系 KAMD、北朝鮮から攻撃された場合に指導部などに報復攻撃を行う大量反撃報復 KMPR から構成されているんだ。つまり高性能ステルス戦闘機はキルチェーンの中核を担うわけだが、この監視はまた、一次事業で導入された F-35A の性能を改良する事業も準備中であるとも伝えたぜ。こうした中で韓国は軽空母の保有計画を表明しており、確定か否かはまだ判然としないが、これに向けて短距離離陸垂直着陸可能な B 型も20機程度の調達を目指す方向で動いているらしい。2022年11月に韓米両軍が実施した大規模航空訓練ビジラントストームに参加するため、米海兵隊の最新鋭ステルス戦闘機 F-35B が4機、朝鮮半島南西部に位置するチョルラ北道にある在韓米空軍の軍山基地に着陸したよ。そこで日本の現状がどうなっているかというと、F-35 ライトニング2戦闘機の A 型を105機、B 型を42機調達することを決定しており、この数は今のところ本国アメリカに次ぐ2番目の多さとなっているんだ。韓国が B 型や軽空母建造の方向性を急ピッチで打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀に航空母艦化の改修を行うことへの対抗策としての意図が大きいのだろうね。ただし、B 型は世界的に見てもアメリカやイギリスが調達計画を引き下げる動きを見せていることもあり、ここに来ての韓国の動きはロッキード・マーチン社からすれば、ある意味でビジネス的にも大歓迎しているのかもしれないな。しかし、軽空母の開発に先立ち、韓国側がアメリカに要求してきた設計の前提に必要となる情報の開示を、ロッキード・マーチン社は契約後にしか明かせないと当然の対応を見せているのも事実だぜ。そもそも韓国は現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として、従来の3万トン級の大型輸送艦建造を表明していたが、これは中国に空母保有だと思わせない表向きの配慮だと見られていたからな。それが日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀の航空母艦化を事実上、明らかにしたことから、その対抗策として考えたものであれば中国の機嫌を損ねることなく、大手を振って空母保有が可能と考えたんだろうね。日本のように周囲を広い領海で囲まれているからこそ、中国軍の脅威に対して南西諸島の防衛には限られた陸上拠点からだけでなく海上拠点として、出雲加賀によって運用される B 型の必要性も納得がいくよ。ただでさえステルス性能の向上のため、F-35 ライトニング2戦闘機は燃料搭載量が限られており、B 型だけでなく A 型に関しても従来機より航続距離行動半径が短く、空中給油機とともに必須なんだ。また、韓国の領海の広さは日本の約 10% 程度と少なく、
仮に北朝鮮の領海を含めても約 12% 強ほどであり、何かあっても十分に陸上の飛行場からの A 型の航続距離行動半径に収まるものと考えられているな。当然ながら政治的に韓国内で承認されるのであれば、日本側が別に口出しすることでもないだろうけど、ロシア製の地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国がアメリカの意に反しつつあることは懸念されるぜ。実はイタリアも F-35 ライトニング2戦闘機を A 型 B 型とも調達を進めているレアな国の一つだが、それにはおかけるかのごとく新型コロナウイルスの影響で中国経済の援助にますます依存しつつあるんだよね。韓国は完成品の F-35 ライトニング2戦闘機をアメリカから購入しているだけだけど、イタリアはヨーロッパ各国向けの同期の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点、FACO ファイナルアセンブリー&チェカウトラインを日本と同様に承認されているんだ。このことを鑑みるとイタリアから F-35 ライトニング2戦闘機に関する中国への情報漏洩も非常に危険性が高いのではないかと疑われ、韓国同様にその意味で日本にとっては脅威とも感じてしまうよな。イタリアの件で触れたように日本では三菱重工業が主となって、愛知県に F-35 ライトニング2戦闘機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点の FACO を開設しており、アジア地区の同期の整備を担当しているよ。搭載するソフトウェアを更新することで最新の能力が追加されていく F-35 ライトニング2戦闘機には、日々のメンテナンス以外のアップデートは必ずこれらの拠点で実行することが定められているわけだね。もちろん韓国はアジアの F-35 ライトニング2戦闘機保有国であるが、政治的にも感情的にも日本にだけは自国の同期を持ち込むことを拒んでおり、この点に関しても戦々問題化してくるんじゃないかな。日本の F-35 ライトニング2戦闘機の調達価格は、A 型 B 型の合計数147機の平均で1機あたり約120億円強に相当すると言われており、これは韓国より3割ほど高額らしい。日本の方が調達する機体数がはるかに多いにもかかわらず高額というのは理屈に合っていないし、もしくはアメリカの言いなりになっているだけだとの指摘もあるが、一応 FACO 解説を含んだものと解釈されているぜ。日本からすると軍事的には何を考えているわからない韓国は、インドネシアと共同で開発を行うはずだった国産の 4.5 世代戦闘機 KFX に関しても、インドネシアからはしごを外されてしまい、開発費の負担上からも窮地に陥っていたな。そもそも日本の約半分の人口にもかかわらず、ほぼ同額の軍事予算を捻出していることに対して、国民からもっと有効な使い方を求める声も一部からはすでに吹き出してきていて、それであれば日本の FACO を使うべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年4月4日、韓国が建造していた3000トン級のトサンアンチャン補給通常動力潜水艦、サンチャンボゴ3 KSS3 バッチ1の3番艦となる新チェイホが、韓国南東部のウルサンにあるヒュンダイ重工業の造船所で偽装工事を終えて韓国海軍に引き渡されたよ。同艦の引き渡し式典にはアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ペルー、フィリピン、ポーランド、エクアドル、コロンビアの政府関係者が参加したことを韓国メディアのみならず海外のメディアも大々的に報じていて、関心の高さが示されているな。今回は韓国の最新鋭潜水艦 KSS3 の3番艦が就役したことによる、韓国の売り込みが激化している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、このトサンアンチャン補給通常動力潜水艦チャンボゴ3 KSS3 は、水中排水量3705トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルとされ、水中速度20ノットで乗員は50名、連続潜航日数50日の性能があり、533メートル魚雷発射管8門にミサイル垂直発射装置システム VLS6 機を備えていて、韓国初の潜水艦発射弾道ミサイル搭載可能な通常動力型潜水艦だね。
2020年8月に韓国国防部が2021から25国防中期計画において建造計画を公表したもので、韓国がこれまでドイツから輸入して建造運用をしていた209型潜水艦 KSSI チェンボゴ級及び、214型潜水艦 KSSI アイソン元1級で取得したノウハウをもとに国産化に成功したとされる3000トン級潜水艦で、戦闘システムやソナー水中音波探知機など潜水艦の重要な装備を国産化したとしているほか、潜航時間を長くする非対機依存推進 AIP システムを備え、地上の標的に対する精密攻撃と極秘作戦の安定的な遂行が可能であるとして韓国国防部では、独自技術で開発した世界最高レベルの潜水艦であると主張しているよ。同艦の VLS には韓国が独自に開発してすでに実戦配備されているとされる、玄武山シータ1攻撃用長距離巡航ミサイルを潜水艦発射用に改造したものが搭載可能とされるみたい。しかしながら、この玄武山 C シリーズは射程 1500km の巡航ミサイルで、対北朝鮮を牽制するミサイルとされているのであるが、韓国本土から北朝鮮全土だけでなく中国の北京も射程内に入れることが可能であることから、あえて潜水艦に搭載せずとも陸上に移動式の発射台があれば事足りるとして、わざわざ膨大な経費をかけて弾道ミサイルを搭載可能な大型潜水艦を保有する必要はないとする指摘もあるぜ。このことからトサンアンチャンホ級通常動力潜水艦の1番艦トサンアンチャンホと、2番艦安武が就役した頃の韓国においては反日強硬派のムンジェイン政権による異常なまでの反日感情の高まりから、北朝鮮への牽制が目的ではなく日本への牽制ではないかとの見方が広がっていたな。実際に韓国の潜水艦にはかつて日本に支配されていた頃に活動していた反日活動家を英雄としてその名前が付けられており、日本を意識したものであることが感じられるね。ただ近年における KSS さんをめぐる韓国の動きを見ていると、日本への牽制という意味合いではなく、VLS を搭載することで弾道ミサイルを搭載可能な潜水艦の保有を希望している。世界各国への輸出を念頭に置いたものである可能性が高いとする指摘が出ているんだ。KSS さんのバッチ1は今回就役した3番艦新チェーホで建造終了となり、次級は排水量が3600となって VLS が6機から10機に増やされるバッチ2が2025年から建造される予定となっていて、今回招待されている9カ国の海軍関係者はその建造施設見学が予定されているとされ、韓国側は自国潜水艦の売り込みに躍起となっている様子が伝えられているよ。これまでの韓国側の具体的な動きとして、アメリカに対しては造船業界への投資を進めているほか、子会社の設立などを通してアメリカの造船業界への進出しようとする動きが見られるほか、イギリスのバブコックインターナショナルグループとの間で KSS さんの海外輸出での提携を深めていることが報じられ、さらにカナダ、ポーランド、フィリピンには KSS さんバッチ1の売り込みが盛んであることも知られているんだ。さらにペルー海軍においては韓国のフリゲート艦や大型哨戒艦 OPV 揚陸艇などの建造についてパートナーとして選定され、フリゲート艦など4隻の建造が発注されているほか、南米でコロンビア海軍とエクアドル海軍にも自国のフリゲート艦を提案中であるというよ。また、日本のフリゲート FFM である最上型護衛艦の導入が有力視されているオーストラリア海軍の、海軍再編構想に含まれる汎用フリゲートの調達先においても韓国のフリゲート艦が候補として挙げられているなど、今回招待された各国それぞれのアプローチが強力に展開されているな。韓国国防部と HD 現代重工業は、招待した各国海軍関係者に対して KSS さんが韓国の独自技術で、設計建造された潜水艦であることをアピールしただけでなく、偽装工事を終えて試験評価中のイージス艦ただし粗大王やフリゲート艦ただし南も合わせて紹介したことが報じられており、パウル・デュクロ駐韓ペルー大使は潜水艦の内部まで実際に入って見学することが許されるなど特別な経験になったと語ったことが伝えられたぜ。ジュオンホ HD ヒュンダイ重工業特殊船事業代表は今回の潜水艦収益行事は、
優れた性能を持つ我々の潜水艦を、世界各国に PR するまたとない契機になったとして、今後、韓国政府と共にチームコリアとして防衛産業輸出に総力を尽くすと語ったね。このような韓国の海軍艦艇売り込みの動きについて、特にオーストラリアにおいて韓国企業の動きが活発となっていて、ハンファグループがオーストラリアのオースタルの全事業を買収する提案が進められていることが明らかになっているよ。ハンファの執行副社長は外国投資審査委員会 FIRB がハンファによる同社買収を拒否するという主張には根拠がないと述べて、買収の噂については否定したものの、ハンファはすでにオーストラリアへの先行投資について FIRB の承認を取得しており、地元労働者を雇用している G ロングの製造工場に多額の投資を実施しているとして、歩兵戦闘車両や自走榴弾砲に弾薬補給車などの契約サプライヤーとしてオーストラリアの防衛産業基盤への確かな投資実績があるとしており、オーストラリアの防衛産業にすでに深く食い込んでいることを明らかになっているんだ。また、今回の式典に招待されている国の中でカナダでは、現在運用しているビクトリア級通常動力潜水艦の老朽化から後継艦種の検討に入っていることが伝えられており、カナダ国防省がこれまでに明らかにしている情報によると、2023年8月31日にビクトリア級潜水艦の後継艦について調達要件を満たす潜水艦保有国の企業や海軍などの協力を得て調査を行っており、次期潜水艦導入のためのプロジェクトチームはフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本と連絡を取っているとして、2034年までに退役が予定されている4隻のビクトリア級潜水艦の後継艦として、最大で12隻の新型通常動力型潜水艦を調達して、同国の東海岸と西海岸に6隻ずつを配備したいとしていて、カナダ政府に予算編成を訴求しているというぜ。現状においてカナダ側から具体的なアプローチはない模様だけど、日本の体系方が有力視されているほか、韓国の KSS さんも有力であるとする見方もあり、韓国側のアプローチによっては、かつてのオーストラリア海軍への総流型潜水艦の売り込み失敗が再現される可能性を指摘する声が高まっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。